こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。昨日も回転寿司行ってきたの。いろんなもの食べれるからしょっちゅう行っちゃう。マグロ、サーモン、イカなど、回転寿司には様々なネタがあるもんな。その中で特に人気なのが、エビだな。エビ大好き。エビチーズ最高。エビが好きな方は多いけど、回転寿司のエビの正式な名前を知っている人はあまりいないんじゃないか？正式名？確かに知らないや。じゃあ今回は、回転寿司のエビの正式名称と、回転寿司でよく見かける甘エビやボタンエビに関する豆知識、高級寿司店にある貴重なエビの情報も合わせてチェックしていこう。それではゆっくりしていってねー。回転寿司のエビの正体。私たちが回転寿司でよく見かけるエビの多くは、バナメイエビだと言われている。ああ、スーパーでもよく売ってるあれか。バナメイエビは、実脚目根菜亜目、車エビ科目、車エビ上科、車エビ科で、体長約 200mm、ペルーやメキシコの沿岸部に生息しているぜ。他のエビとは異なり、バナメイエビは水中に浮いた状態で生活しているそうだ。へぇ、2000年頃、バナメイエビの養殖技術が確立されると、東南アジアの国々がバナメイエビの養殖に力を入れるようになった。病気に強く、同じ池で繰り返し養殖できるバナメイエビは、他のエビと比べて育てやすいそうだ。だから最近よく見るんだね。バナメイエビを養殖する業者が増えたことにより、バナメイエビの生産量及び流通量は爆発的に増えた。日本でも取れるの？国産のバナメイエビもあるけど、市場に出回っているバナメイエビの大半は東南アジア産のものだ。日本で流通しているエビの中で、最も流通量が多いバナメイエビは、比較的安い値段で購入できるため、回転寿司だけでなく、一般家庭やリーズナブルな飲食店でもよく使われている。十分美味しいよね。バナメイエビは、他のエビと比べて甘みが強いと言われている。バナメイエビが甘いのは、バナメイエビの体内に、アルギニン、グリシン、アラニンなどの有利アミノ酸が含まれているからだ。甘みが強い食べ物を口にすると、しつこい味だなと感じてしまうことが時々あるけど、バナメイエビの場合は、そういうことないよね。バナメイエビは脂質が少ないため、甘みが強くても、くどさを感じにくいんだ。ちなみに、有利アミノ酸は、エビ以外の魚介類にも含まれているぜ。エビがより多く含まれてるってことだね。大手回転寿司チェーンの多くは、店で使っているエビの名前を明らかにしていない。ただ、エビの原産地に関する情報は公開しているため、原産地からエビの種類を推測することはできる。スシローのエビの原産地は、タイやベトナムだ。タイやベトナムでは、バナメイエビの養殖が盛んだって言ってたね。じゃあ、スシローのエビはバナメイエビである可能性が高いね。原産地に関する情報をチェックしたところ、スシローがベトナム産のエビを多用していることが分かったぜ。ベトナム産のエビは、生エビ、エビチーズ、エビバジルチーズ、エビアボカド、エビ天握りなどに使われているそうだ。これらのメニューで使われているエビも、バナメイエビである可能性が高いな。甘エビの豆知識。蒸しエビも美味しいけど、甘エビも好きだなぁ。甘エビについても見てみよう。甘エビは正式名称北国赤エビ、別名南蛮エビ、赤エビと呼ばれている。実脚目、ホウランア目、小エビ科目、タラバエビ科、タラバエビ属に属するエビだ。体長約 100mm、日本海や北海道の周辺の海、ベーリング海、カナダの西側の海の水深300から 1000m の海域に生息している。ふむふむ、生息域を見ればわかる通り、甘エビは海水性のエビだ。エビの中には海水でも淡水でも生きられるエビもいるけど、甘エビは海水の中でしか生きることができないんだ。甘エビのトレードマークは、顎角という長い角のような突起と、細くて赤い体だ。殻が柔らかく薄い点や、体の中の水分の量が多い点も、甘エビの特徴だな。10センチメートルあるとはいえ、食べるところは半分以下だよね。甘エビは、2年に1回卵を産む。春に卵を産んだ後、約1年間、メスは卵を腹部の近くにある足で抱きかかえて生活する。卵は、翌年の冬に孵化するぜ。生まれたばかりの甘エビは泳ぐことができないため、流れに乗って海の中を漂っているんだ。流れに身を任せるのね。体が少し大きくなった後、5から6年間はオスとして成長し、交尾の後、メスになる。え？どういうこと？甘エビは、体が小さいうちはオスとして成長し、体が大きくなるとメスになる有性成熟のエビなんだ。海には、甘エビのように、途中で性別が変わる生物が多いんだぜ。そうなんだ。ちなみに、甘エビの寿命は9から11年だ。意外と長生きだね。
ボタンエビの豆知識。甘エビと同様に、ボタンエビも、回転寿司でよく見かけるよな。あまり知られていないけど、ボタンエビと呼ばれているエビは、3つあるんだ。1つ目はボタンエビ。2つ目は富山エビ。3つ目はスポットプラウンだ。1つ目のボタンエビは高級寿司店でしか食べられない貴重なエビだ。じゃあ回転寿司で提供されているのは、富山エビかスポットプラウンだってこと？順番に、それぞれ見ていこう。ボタンエビは、実脚目、ホウランア目、小エビ科目、タラバエビ科、タラバエビ属に属するエビだ。体長約 200mm、体の色がボタンの花のように赤いため、ボタンエビと名付けられた。茹でる前から赤いんだね。体が赤いのは、生きている時だけだ。ボタンエビは、死んでから時間が経つと、体が黄色っぽくなるぜ。ボタンエビのトレードマークは、体にある濃い朱色の斑紋だ。もしボタンエビを近くで見る機会があったら、ぜひ朱色の斑紋を探してみてくれ。誰か私にボタンエビちょうだい。甘エビと同様に、ボタンエビも、海水性のエビだ。ボタンエビは、太平洋の水深300から500メートルの海域に生息している。富山エビは？ボタンエビと同様に、実脚目、ホウランア目、小エビ科目、タラバエビ科、タラバエビ属に属しているエビだ。体長約 200mm、富山エビは、新潟県ではガシ、ガシエビ、韓国ではドクトエビと呼ばれている。これ以外にも、別名がたくさんある。大エビ、大エビ、白エビ、トラエビなどだな。身近で親しまれている証拠だね。富山エビの体には、白い斑紋や褐色の横縞模様がある。ちなみに、富山エビの体の色は、ボタンエビとほぼ同じ色だ。オホーツク海、日本海や、太平洋の水深100から400メートルの海域に生息しているぜ。そして、甘エビと同様に、富山エビは有性線熟のエビなんだ。富山エビもそうなの？大きいし、どのタイミングでオスからメスに変わるんだろう。生息地によって産卵の時期が違うぜ。北海道の周辺の海や日本海に生息している富山エビの産卵の時期は、4月から6月。釧路沖に生息している富山エビの産卵の時期は5月から6月。噴火湾に生息している富山エビの産卵の時期は7月から9月。オホーツク海に生息している富山エビの産卵の時期は4月から8月だ。へえ、やっぱ海水の温度とか関係するのかな。産卵後、富山エビは6から10ヶ月間卵を抱き、卵を孵化させる。卵から生まれた富山エビは、体がある程度大きくなるまではオスとして成長し、2歳半から4歳半の間にメスに変わるそうだ。甘エビは5から6年って言ってたね。それじゃあ3つ目のスポットプラウンは？初めて聞いたけど、2つのエビと同様に、実脚目、ホウランア目、小エビ科目、タラバエビ科、タラバエビ属に属するエビだ。体長約 300mm、体重約 80g。スポットプラウンの足には褐色の帯模様、頭頂甲には白い筋状の斑紋がある。腹部第一節と第六節には、褐色と白のドット模様があるぜ。おしゃれー。スポットプラウンは、北海道の周辺の海、北アメリカ大陸の太平洋側の海に生息している。日本で販売されているスポットプラウンのほとんどは、カナダから輸入したものだ。これらの3つのエビがボタンエビって呼ばれているんだね。高級なエビ1、パラダイスプロン。ここからは高級エビを紹介するぜ。パラダイスプロンは、世界で一番美味しいと言われているエビだ。このエビは、ニューカレドニアで養殖されている。ニューカレドニアは、オーストラリアやニュージーランドの近くにあるフランスの海外領土だ。日本から約 7000km 離れた場所にあるぜ。人口は約25万人、面積は約 19,110 平方キロメートルだ。日本と同様に、ニューカレドニアは、複数の島々で構成されている。ほうほう。パラダイスプロンは、日本で天使のエビと呼ばれている。天使、なんで？パラダイスプロンの養殖が行われているニューカレドニアが、天国に一番近い島と呼ばれているため、パラダイスプロンに天使のエビという呼び名が付けられたそうだ。素敵。パラダイスプロンは、体長160から170ミリメートルほどの大型のエビだ。他のエビと比べてヒゲが長いぜ。ヒゲが長いのは、ストレスが少ない環境で養殖されているからなんだ。体の色は、鮮やかな青だ。長いヒゲに鮮やかな青、天使と呼ばれるだけあるね。それでパラダイスプロンは、なんでそんなに美味しいの？それは、アミノ酸の含有量が多いからだ。パラダイスプロンの体内には、様々なアミノ酸、アルギニン、プロリン、グリシン、グルタミンなどが含まれている。おお、アルギニンは、旨味成分の一つだ。コクを深める作用や、免疫機能を向上させる作用があると言われている。プロリンは、旨味や甘みの元になるアミノ酸だ。肌の天然保湿成分にも、プロリンが含まれている。グリシンも、
プロリンと同様に、旨味や甘みの元になる。グリシンは、エビだけでなく、うなぎ、鶏肉、大豆製品、落花生、ゼラチンなどにも含まれている。ふむふむ。グルタミンも、プロリンやグリシンと同様に、旨味や甘みの元になるアミノ酸だ。グルタミンには、内臓の機能を改善する作用があるぜ。めちゃくちゃたくさん入ってる。養殖する際に、植物性のタンパク質が含まれている餌を与えていることも、美味しさの秘訣だ。一般的に、パラダイスプロンのような旨味成分や甘み成分が多い食材は、食べた時にしつこい味と感じてしまうことが多い。わかるわかる。しつこい味になるのを防ぐために、植物性タンパク質が含まれている餌を与え、体の中の脂質が増えすぎないよう調整しているそうだ。細かい管理がされてるんだね。2002年9月、パラダイスプロンは、フランス政府からクオリサートという称号を与えられた。クオリサートとは、品質がとても高い商品にだけ贈られる特別な称号なんだ。クオリサートを与えられた水産物は、世界にわずか8つしかない。パラダイスプロンは、エビの中で初めてクオリサートを与えられたぜ。つまり、パラダイスプロンは、世界で唯一のクオリサートを与えられたエビってことか。フランスは、食品に関する様々な基準が他国と比べて非常に厳しい国なので、フランスで品質が高いと認められたパラダイスプロンは、世界最高レベルの品質のエビだと言えるぜ。最高品質のエビを世界の人々に届けているニューカレドニアの人々は、本当にすごいね。パラダイスプロンを養殖しているフランスの海洋研究所の人々は、24時間パラダイスプロンを見守っているそうだ。卵を孵化させてから出荷するまで、常に状態をチェックしているおかげで、世界トップレベルの品質のパラダイスプロンを世界に届けることができている。頭が下がるね。育てたパラダイスプロンの中から特に品質の良いものを選んで出荷している。そのため、市場で取引されているパラダイスプロンはどれも非常に品質が高いんだ。食べてみたいな。高級なエビにブドウエビ。次の高級エビはブドウエビだ。実脚目、小エビ科目、タラバエビ科のエビで、体が赤紫色であることから、ブドウエビと名付けられた。体長は、約 150mm。このエビは漁獲量が非常に少ないため、幻のエビと呼ばれている。幻？主な生息地は、北海道の羅臼町の周辺の海だ。他にもいくつかあるけど、他の地域ではごくわずかな量しか取れない。希少なブドウエビを保護するため、羅臼町は、旬の時期以外は、ブドウエビを捕獲してはいけないというルールを作ったぜ。そういうの大事。このルールのおかげで、今のところ、ブドウエビは取り尽くされずに済んでいるそうだ。ブドウエビが絶滅しないよう、これからもルールを徹底的に守っていってほしいね。味が濃厚なブドウエビは、多くの食通に愛されてきた。甘みがとても強く、体に含まれている水分が少ないので、寿司や刺身にして食べることが多い。新鮮な状態だと、コリコリとした食感を楽しむことができるぜ。取れたてのブドウエビをすぐに冷凍すると、解凍した後もコリコリとした食感が残るんだ。それはいいね。水揚げ量が少なく、他のエビより美味しいブドウエビは、高値で取引されている。おいくらぐらい？大手通販サイトのブドウエビの値段は 400g2 万円だったり、その他の通販サイトでは 1kg4 万円だったりしていたぜ。他のエビとは比べ物にならないほど高いね。買うのには勇気がいるなぁ。ブドウエビは死んでから時間が経つと、体の色が変化する。生きている間は赤紫色だけど、死ぬと徐々に体が赤くなるんだ。ってことは体の色を見れば、ブドウエビの新鮮度をある程度見極めることができるね。ブドウエビを捕獲する際は、カゴを使う。カゴの中にブドウエビの餌を入れ、海の中に入れておくと、ブドウエビがカゴに寄ってくるんだ。このようなカゴを使ってエビを捕まえる漁法を、エビカゴ漁業と呼ぶぜ。高級なエビ、3、シバエビ。最後はシバエビだ。実脚目、根菜亜目、クルマエビか。市場に出回っているシバエビの体長は 100mm ほどだけど、生育環境が良いと、もっと大きくなるぜ。最大の大きさは約 140mm ぐらいだ。シバエビは聞いたことあるよ。トレードマークは、薄いグレーの体、全身にある小さな黒い点と、長いヒゲだ。新鮮なシバエビは薄いグレーだけど、そうでないシバエビは白っぽいぜ。シバエビ買うとき、色が濃いもの選ぶといいね。シバエビの産卵期は、6月下旬から9月。寿命は1年なので、シバエビは自分の子供たちが成体になる前に亡くなってしまうんだ。我が子が独り立ちする姿を見ることなく死んでしまうなんて、悲しいね。シバエビは、有明海、瀬戸内海、三河湾に生息している。
以前は、日本各地に生息していたけど、徐々に生息域が狭まっていったんだ。太平洋戦争直後は、東京湾でも芝エビを取ることができたと言われているぜ。そうなんだ。東京湾で漁をしていた漁師たちは、打たせ網という網を使って、芝エビを捕まえていたそうだ。他の地域では、芝エビを捕まえる際に、底引き網、刺し網、アンコウ網、と網などを使っていたぜ。東京湾で水揚げされた芝エビは、寿司や天ぷら、おぼろなど、様々な料理に使われた。美味しそう。でも、海洋汚染の影響で、東京湾にいる芝エビの数は激減してしまったんだ。ちなみに、芝エビは、南シナ海や黄海にも生息している。台湾には、芝エビを使った料理がたくさんあるから、興味がある方は、ぜひ調べてみてくれ。エビが好きなのは日本人だけじゃないんだね。芝エビには、別名がたくさんある。福岡県柳川市や佐賀県鹿島市では、芝エビのことを前エビと呼び、愛知県豊浜町では、白エビと呼ぶ。これら以外にも、赤ひげ、石餅、末エビ、白エビ、大田エビ、芝など、様々な呼び方があるんだ。出身地がわかりそうだね。さて今回は、回転寿司のエビの正式名称。回転寿司でよく見かける甘エビやボタンエビに関する豆知識。高級寿司店にある貴重なエビの情報を解説したぜ。エビのこと少しわかったし、明日も回転寿司行って、エビ食べようかなー。私は高級寿司店に行きたいぜ。私もそっちがいい、マリサ連れてってー。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。